デジタル技術の導入や発想の転換などで、働きやすい職場環境を考える催しが県コンベンションセンターで開かれました。デジタルメッセ・奈良は、県が開くデジタル技術の展示会で、2023年に続き2回目です。会場では、IT 企業などが最先端の技術やサービスをアピールしました。 コロナ禍などを経て、企業には AI などデジタル技術の導入で新たな価値を生み出す DX、デジタルトランスフォーメーションの推進が求められています。ステージでは、県内の企業などが事例発表や湯山副知事との対談を行い、労働時間に余白を作り、仕事の効率を高める仕組みなどが紹介されました。 合わせてセンターでは、誰もが働きやすくやりがいの持てる職場づくりを県内の企業に広めようと、ワクワクワークフェスティバルも行われました。従業員の定着率アップといった成功事例の発表などを通じ、参加者は労働環境を改善するヒントを探りました。